はい、おはようございます。メイチャンネルです。今日はですね、草津温泉、こちらの新幹線トキに乗ってですね、草津温泉の方に向かっていきます。今日はね、温泉でゆっくりしたいなと思っております。じゃあちょっと行ってまいります。お縛りの切符も入れてください。まさかの引っかかりました。ちょっとあちら行ってきます。先にタッチしてしまったので、こちらの新幹線入場ついてまして、これキャンセルしてあります。わかりました。そのままここに入場で。これで出ればいいです。はい。先に、アップルウォッチのですね、スイカでタッチしてから、新幹線のチケットを入れてしまったため、止まってしまいました。はい、こちらの8時52分発のトキ309に乗って、高崎の方まで向かいます。今イギネットとかね、スマート EX とかでね、新幹線のチケットも簡単に買えるようになって、受け取りもできるようになってますので非常に便利ですね。個人的にはスマート EX でそのままスイカで入れるのが好きですけど、ね、発券しなきゃいけないっていうのはちょっと煩わしいですね。乗り込みます。隕石の方に着きました。今回ね、日記のグランクラスではないんですけど、非常に今ね、すごいガラガラ、ガラガラ、前なんかいないですね。後ろにね、後ろに何名かね、座ってらっしゃるみたいですけど、非常に空いてますね。行ってまいります。天道で行くようになってて、個人的には東海道新幹線よりなんか広い、ゆったりしてる感じがしますね。すごく重厚感があって、広いですしね、非常にいいと思います。ただこれでね、もう一個グランクラスというクラスがあって、そっちの方と、パフォーマンス的なことを考えると全然ね、こっちのグリーン車で十分だなというふうに思います。正直乗ったことないですけどね、非常にゆっくりしてていいですね。高崎駅に無事に着きました。これからですね、妻の友人とも、共有の友人なんですけどね、合流して温泉地だったりとか、車でね移動していきたいと思います。これね、行き入れなかったんですけどね、このまま出れるんでしょうかね。止まりそうな嫌な感じしますね。やっぱりそうなりますね。はい、今無事合流してね、車で移動してます。でこれから温泉向かう間にね、どっか行こうかなと思ってるんですけど、まさかの事実です。まずね、一番最初に島村に、ファッションセンター島村に行きたいと思います。共通のね、友人がいろいろ荷物持ってきたんですけど、まさかのね、パンツを忘れてました。ちなみに、はい、この笑ってる 女性です。じゃあ島村行きましょう。はい、てなわけでですね、今島村の方に着きました。こちらですね、はい、群馬ついて一番最初に行くお店が島村ってあります？まさかですよね。ちょっとせっかくなんで覗いていきたいと思います。島村もね、埼玉本社のね、大きい会社なんですけどね、どちらかというとユニクロみたいにいっぱい大量生産というよりは、なんかね、
で違うデザインを一点物みたいな感じでね、置いてるというようなコンセプトみたいですね。はい、島村での買い物が無事に終わりました。無事にね、おパンツ見つかったみたいです。でね、やっぱりね、行くと安いんですよね。せっかく寄ったんでちょっとね、買い物しちゃいましたよね。これちょっと見えますかね、ミッキーのね、なんかペイズリー柄のステテコですよ。これでね980円、まさかの高崎ついて一番最初にすること、島村で買い物、ね、めっちゃ安いですね。あとねこれパンツ、僕忘れてないんですけどパンツ買っちゃいました。これユニクロより安いですよね、ボクサーブリーフ。これでね、3枚組で500円、安い。本当に手荷物にしかなんないですけどめっちゃ安い。今日あの本当に高崎着いて10分もかかってないぐらいで島村直行です、はい。じゃあこれから本当に温泉のね、旅が始まりますので行ってまいります。はい、今ですね、島村で買い物が終わりまして、ちょっと車を走らせて、まあ、2、3分ぐらいですかね、走らせたところに、なんか美味しいラーメン屋さんがあるということでですね、ここ2つ目っていうラーメン屋さんらしいです。群馬ではね、いつも並んでて、混んでるみたいな情報がありましたんで、ちょっと行ってみたいと思います。全然ね、草津の方に進みません。まあでもせっかくなんでね、ノープランの旅なんで行ってみたいと思います。こちら2つ目、これね、ただまさかのね11時半オープンなんですよ。だからちょっとね、車内で、1時間ぐらい時間を潰していきたいと思います。またね、ラーメン食べてるとこ映していければなと思います。ちょっとね、車内で待ちます。はい、じゃあラーメンね、待ってる間ちょっと大人の恋愛事情の話でもねしながら時間潰したいと思います。最近どうなんですか、大人の恋愛事情。最近何もないですね。そう、なんかさっきトルコ人と遊んでるって言ってたの。トルコ人と遊んでますね。ちょっとうまい棒食べながらトルコ人の話をつまみに。いや、うまい棒がつまみだろ。え、どうなんですか、やっぱりケバブとか食べに行くんですか。ケバブ食べないけど、やっぱりトルコ料理を振る舞ってくれますよね。作ってくれるんだ。トルコ料理ってどうなんだろう。トルコ料理どんなんがあるんだろう。なんかとりあえずイスラム教だから豚は食べれないから、牛肉とかトマトとかの、なんかスープ、トマトスープ。そう、トマトの煮込みとか。をフランスパンで食べてました。なんでトルコなのにフランスパンかは分かりませんが。やっぱそれじゃああれだよね。家に招いたり家に行ったりってことだよね。そうですね。そうだよね。今そうですね。あれ、あと料理を振る舞ってくれてた。でも海外の男性は基本的に料理を作ってくれるから。なんか作ったことがないかも。海外の人と付き合って。そんなに付き合うこと多いの？結構あるよね。あ、そう、そう、私外人さんが好きなんで。あ、そうなんだ。そうですね。でも外国人って言った方がいい。外人さんという。あ、そうなんですね。それね、ダメなんですよね。ダメっていうわけじゃないけど、外の人になっちゃうからね。そうそうそう、そうなんだ。今まで何カ国、ね、例えば今トルコ、付き合ったのはアメリカとスイスで。アメリカとスイス。付き合ってないのは結構遊んだよ。フランス、トルコもう一人、何人なんだろう。逆にどうやったらそんな多国籍の人と知り合うことができる。あ、確かにクラブとか。へえ、クラブとか行ったことないですね。クラブ行ったことありますか。僕行ったことないですよ。楽しいですよクラブ。今度じゃあみんなで東京の六本木あたり行きましょう。ギロポンで。ええ。大丈夫です。なんで？ビップルーム借りればいいや、安い。ええー、そんなのあるんだ。ある。クラブってやっぱ席があって、キャバクラみたいな席があって、ビップルームで1時間とか借りれて、そこで座ってシャンパン飲みながら音聞けるみたいな。
ごとくつくのがメインなの。そうそしたら俺ライブハウス行きたいの。あ、じゃあぜひそっちで。そういう感じなんだ。なんか踊ったりするの？なんかさ、踊ったりできないから、クラブって。音に乗ってるだけで。うん、だったらライブハウスやっぱり行きたいな。え、クラブ楽しいよ。なるほど。なるほど。行ったことない。ぜひ行きましょう。はい。はい、続々ね、人も集まってきましたんで、オープン、今15分前ですね。集まってきましたんで、ちょっとね、並んで待ちたいと思います。はい、今ね、メニューいただきました。濃厚タンメン、塩タンメン。これ何が？やっぱ濃厚タンメンがうまい？盛りタンメンって何？麺が多いんだ、盛りタンメン。こういう感じですね。今日はね、朝から何も食べてませんのでがっつり行きたいと思います。で、まあ本当に今高崎着いて、約1時間半経ちますけど、まだ高崎市内ですね。あの島村で買い物してラーメン1時間待ちですね。はい、これ食べてね、からね、あの草津の方に向かいたいと思います。今最前列キープしてます。さすがに1時間待ちで、他のお客さんね、今後ろ、そうですね、これだけいらっしゃるんですけど、あれですね、大体皆さん15分前ぐらいで集合です。僕ら1時間待ちです。はい、まあ楽しみにしたいと思います。ね、あ、開きました。はい、ありがとうございます。テーブル、ありがとうございます。はい、今日はね、もう運転しなくていいってことなんで、いただいちゃいます。アンモイクッキー、めっちゃうまい。これ唐揚げのセット、唐揚げの大きさ使います。はい、コタメのお客様。はい、はい、はい、ありがとうございます。すみません。のコタメですね。ね、まずしてご注意ください。はい、はい、見てください。これがパイコーメン、パイコータンメンですね。で、唐揚げ、これ伝わります？で、ベーコンぐらいです。拳よりちょっとちっちゃいぐらい、めちゃめちゃでかいですね。このセットいただきます。大丈夫？はい、じゃあ食べていきます。はい、どうぞ。このスープもなんかすごい真っ白で見えます。これ見えないか、ほら、あ、見えないな。すごく真っ白な、なんか変わったラーメンですね。すごい真っ白、美味しい、すごい美味しい、すごいミルキーな感じの。じゃあパイコいただきます。ちょっとサクサク、でもやっぱり八角の味がします。うまい、もうスープ好きだな。美味しいね。780円ならいいよね。はい、無事に完食です。あー、めっちゃお腹いっぱい。これでね、ようやく2つの方に向かいます。あ、ごちそうさまです。食べてきました。ようやくね、これでお腹もいっぱいになりまして、草津の方に向かいます。ちなみにね、今ね、外こんな感じ、もう人並んでて車もいっぱいですね。じゃあ温泉の旅、これから出発です。